いい感じ、ピロー。あ、すごい、なんか綺麗。雰囲気がすごくいい。かわいい、絵ついてる絵。わー、かわいい。うさぎだよ、これだよ。あと10分で出てくからな、私。分かってんの？はい。ゆうちゃんは？本命もだよ。あんなこと言ったら炎上して、あなたたちも出てくるんですよ。よ。ゆうちゃん、髪どうすんの？縛らない。髪縛るんでしょ？縛らない。縛らないの？私はどこやった？髪の髪縛んないといけないでしょ。プリンセス縛ろう。ママ縛ってあげるからね。やめー。水が美味しい。今日は踏み台がね、壊れてしまって、リオンちゃん使ってたやつ壊れたわけですよ。なので今日は新しい踏み台を買いにまず行きます。あれ、今どこ行ってんだっけ。神社。あ、神社神社、西の神社っていうところが戸宝に恵まれるそうなので、はい、ぜひ行ってください。福山雅治も行ったらしいです。はい、お、お、着いた。結構分かりづらい道だね。え、どこ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 、これ民家じゃん。え、どこに、あ、間違えたの。あ、びっくりした。こんな民家にあるのかと。そうだよ、経営するんだよ。あー、すごい、なんか、あ、なんかいいね、ここ庭園みたい。いいじゃんいいじゃん。あ、すごい、なんか綺麗。やばいね。なんかここでリオンちゃん七五三とかいいかもね。いいわ、雰囲気がすごくいい。あー、なんか温まる。あ、なんか風がすごく柔らかいかも。あー、気持ちいい。すごい。ゲロ吐いてる。ゲロじゃない。お水が、あ、お水ってか、なんかこう、ターン。水？なんやこれ。すごいよ。ゲロ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 。こんなもん絶対また炎上しちゃうね、ゲロなんて。私ね、頭から竜吐いてるらしい。すすぐって。この、うん、その下にね。で、最後になんかもう一回入れて。あ、口に？いや、違う違う、入れて、で、その外側で水が落ちるように。いや、最後、最後の手持ったから洗うんだって、その秘釈を。違う違う違う、秘釈を洗うの。秘釈。え、どうやってこうやってこうやって。違う違う、書いてるでしょ。待って、読めない読めない。なんで日本語読めない。最後に秘釈を取って、あー、こうやってこうやって。そう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 、そう、全然かかってないし。さっきさ、あれ、リュウトのバス代でさ、細かいの全部持ってかれちゃって、両替したいんだけど、5円しかない。5円だけ入れていいの？なんかバチ当たりそうだからさ、ちょっとほぐしたいな。さすがに1000円はちょっとなんか投げれないよね。安産祈願こっちにあるよ。あ、全部安産なのこれ。
いいのあった？いっぱいあるな。いっぱいあるね。あ、すごい、なんかかわいい絵ついてる絵。ラグビーとかテニスとか面白い。ここめっちゃ種類あるね。ね、種類あるね。あ、かわいい。リラックマとかハムスターとかケロッピーとかあるよ。あ、めっちゃいいじゃんこれ。立ってにして。いいですか。はい。でもなんかあ、いいね。大丈夫、逆光で見えないから、ほとんど。いいよ。はい、いいよ、いいよ。あ、いいじゃん。あ、いいじゃん。わー、かわいい。キツネ？かわいい、ワンワン。あ、タツあった、タツ。え、これ何？タツいいってこと？あ、かわいい。ん？え？だから大きな人が中央の。いや、子だから健康祈願しようかな。じゃん、パパなんだっけ、ウサギ。適当じゃダメか、バレちゃうねえ。ウシ、トラ、ううじゃん、ううはい、ウサギだよ、これだよ。お金を儲けよう。じゃあ私も撫でよう。健康なりますように、健康なりますように、健康なりますように。オッケー。ヌーを撫でるのね。え、間違えちゃった。かわいい。おちり。何、うさぎ年だよ。え、生まれてくる年の今何年。虎わかんない、全部撫でるので。いっぱい健康になりますように。お尻プリプリ。はい、ウサギも撫でる。あ、ウサギも撫でるの。はい。え、生まれてくる翌年。生まれてくる年。今日ウサギ、今年ウサギ、来年なの。ああ、予定日だね。はいはい。愛しの業務スーパー、愛しの業務スーパー、バイバイ。え、乾麺。あ、そうだね、乾麺だけでも。あ、そうだね、ちょっとしたもの買ってっか。じゃあ、はい、ホマックで買ったやつね。何、そう、ヤスリ。どこヤスるの。ニス、 DIY した田中。あ、ね、あ、そう。はい、次コンパクトピロー。ピロー。すごいちっちゃい。ね、それちょっと楽しみだね。あと、台壊れたから、これ。ちょっと高いやつ買いました。あれ？あれは？こ、ちょっとちっちゃいやつ、壊れかけてるやつ。あっちね。ある？あ、ある？戻した？あれ？あ、そう、これがね、ちょっとね、壊れかけちゃって、危ないから。これだからさ、トイレに使えばいいじゃん。トイレなんだ。え？やがる。え、やがるの？え、どうすんのこれ。一応取っとくだけ？あ、いや、してるわ。え、捨てんの。いや、ちょっと、いや、捨てよう。やっぱ怖いもん、ボキッと折れて転倒事故になったら怖いから。これ捨てます、これ。え、これ100キロだから。あれ80キロ。あれ80キロ。うん。お、いいね。お、いいじゃん、いいじゃん。私ちょっと立ってみたい、そこで。ちょっとパパは乗んないで。高いね、結構。あ、いいね、めっちゃいい。洗濯物届くじゃん。ヨンちゃんちょっと高いけど。高いとか文句言われそうだけど。それかあれ取っとく、ちっちゃいやつ。うん。無事に生まれるといいね、パパ。
いいですか？いい感じ、ピロー？いいピロー？あれ今どこ行ってんだっけ。神社神社。あの神社はね、友達にねあれ送るんだって。安産祈願のお守りをまず入手するべく、西の神社っていうところが